晩年のシャムベルゲル・シャムベルゲルが1686年に出版した著作、東インドと隣接小王国における、珍奇なものに関する略説ライプツィヒ大学の解剖教室を設立したヨーハン・クリスティアン・シャムベルグ、加工両案が養子の両暇に与えた、カスパル流免居状、漢文6年。加工家歴史資料、カスパル伝新聞。明和年、カスパル・シャムベルゲルは、 ドイツ人の外界及び商人。1649年から1651年に日本に滞在し、乱放医学の史上初の流派の祖となった。シャムベルゲルは1623年9月11日にライプツヒに生まれた。1637年から3年間外界ギルドで外科学を学び、1640年に外界の資格を与えられた。その後、 中央各地で修行を積み、1643年にオランダ東インド会社の下界採用試験に合格した。その年の10月24日にバタビアに向けてヨーロッパを後にしたが、希望本近くで船が難破したため、バタビアに到着したのは翌1644年7月31日であった。その後数年間は船員として勤務し、1646年に バタビアに戻った1649年8月7日、シャムベルゲルは新オランダ省官庁のアントニオ・ファン、ブロークホルストとともに長崎出島に到着した。ここで4人の日本人医師に外科の授業を行ったが、シャムベルゲルは自身に対する試験であると考えていた。この年はブレスケンス号事件に対する寛大な処置に対して謝意を表すため、 特使フリジウスが江戸に派遣されることとなっていた。シャムベルゲルもこの一行に加わり、11月25日に江戸に向けて長崎を出発した。一行は12月31日に江戸に到着したが、徳川家光が病床にあったためしばらく配列はできなかった。到着の3週間後にシャムベルゲルと 法術士官のユリアンスヘーデルラ4人は、特使一行が長崎に帰ってもしばらく江戸に滞在するように伝えられた。1650年2月6日、長崎奉行、馬場敏重の勇筆が腕を負傷し、これをシャムベルゲルが治療した。さらに2月10日に小田原藩主、稲葉正則を診察した。稲葉はこの治療に感銘し、後に陣位を、 オランダ人下界の下で学ばせている。これが評判を呼び、シャムベルゲルはあちこちに診察に呼ばれるようになった。この間に大目付、け井上正茂の字、盗作の治療を実施している。シャムベルゲルの江戸滞在中の費用は幕府が負担していたが、往診用に2台のカゴを購入している。結局シャムベルゲルらは10月15日まで江戸に滞在していた。帰京の許可が降りたのは、 スヘーデルが実施した旧法を使用した工場演習が終わったからと思われる。シャムベルゲルラは11月14日に長崎に戻ったが10日後には再び新艦長のピーテル・ステルテミウスと共に江戸に向かい1651年1月5日に到着した。ステルテミウスはシャムベルゲルの到着を早速井上正重に報告したが シャムベルゲルを気に入っていた井上は翌日に招待した。江戸に滞在中、シャムベルゲルはたびたび大目付、井上地区を守るの屋敷を訪ねている。4月1日に江戸を出発し、5月3日に長崎に戻った。11月1日に長崎を離れ、バタビアに向かった。帰国後、1658年11月8日にライプツイヒの市民権を得た。 ライプツヒでは、医師として、開業はせず、商人として成功し、上流階級の一員として1706年4月8日に死亡した。長男ヨーハン・クリスティアンは、医学部長及び学長として、新型解剖教室の設立などにより、ライプツヒ大学の発展に、大いに貢献した。シャルムベルゲルの日本滞在は2年に過ぎず、また、江戸と長崎の双方で、 治療活動を行っていたため、本格的に弟子を教えることはできなかったと思われる。しかしながら、数名の人物は、直接、シャムベルゲルから学び、その教えを、カスパルリューゲカ実として後世に残した。シャムベルゲルから直接学んだ可能性がある、人物としては、出島の通じで後に医師となった、井の股伝兵衛、井上の地位、東作、川口良安、西吉兵衛、 などが挙げられる。カスパルの治療は、上層部において、西洋外科術に対する関心を呼び起こし、高毛流外科の誕生につながった。1651年から、東インド会社は、医薬品、医書、道具などの注文を、継続的に受け、歴代の召喚医は、長崎と江戸で、外科術の教授を行うようになった。また、治療と教授の場に立ち会う通事の中から、 井の又伝兵衛、元気象大夫、奈良林鎮さんなど西洋医学を志す者も現れた。カスパル流は、名目上は、その後200年近く続いた。花岡聖衆も、カスパル流下果実術を学んだ一人である。ありがとうございます。